様、こんにちは。株式会社アイスタイル暮らしコンシェルジュ菅野と申します。本日はこちらの綾倉モデルハウスに来ております。こちらはモデルハウスとしても使っておりますが、なんと宿泊体験もできるモデルハウスなんです。本日はですね、こちらのインナーランドリールームのご紹介をさせていただきます。皆様、お家で室内干しってされたことありますか？日本はですね、雨が実は多いんですね。雨の日になるとどうしてもお外で洗濯物が干せないので、室内干しをされる方もたくさんいらっしゃると思います。はい、で、私たちのお家作りの際ご提案させていただいている内容として、こちらのインナーランドリールームは働く女性に大変人気です。それはなぜでしょうか？はい、例えばなんですけれども、今はですね、やっぱりご夫婦で共働きをされている方の方がたくさんいらっしゃいます。そんな中、朝のバタバタしている時に、洗濯物を干します。はい、で、奥様ですね、お仕事から帰ってきた時に洗濯物を乾いてるか確認してしまうことができるんですね。で、本日もこちらですね、朝洗濯物をして夜乾いてるかっていう実験をしております。なんとこちらの洗濯物ですね、今回干してるのは枕カバーと、タオルなんですけれども、しっかり乾いてます。なので、時間をかけずにこういった形で家事時間を短縮することができるんですね。で、私自身やっぱり洗濯物を室内で干すと、特にタオル類っていうのは嫌な匂いがつくというか、ちょっと湿気な感じになることが多いんですけれども、なんとこちらのモデルハウスで洗濯物を干すと嫌な匂いが全くしません。なのですごく洗顔した時とか、お風呂上がりにタオルを使っても本当に心地いいですね。嫌な匂いがしないので、なので全然ストレスもないんです。はい、中でも、今干しているものは天井にホスクリーンというものをつけてます。これも本当に使いやすいです。洗濯物を、片付ける時はちょっと上にフックがあるので、フックに棒をかけてくるくるっと回します。そしたらこう下まで出てくるんですね。なので、ここで洗濯機を回して、で、ここで干して、でしまうときはこういった形で階段下収納に収納を設けているので、カゴの中にこういうタオル類をしまうことができます。で、タオルとか枕カバーっていうのは割と薄いですけれども、やっぱり季節によっては厚手のパーカーであったりとか、ジーンズですねとかになると、やっぱりちょっと分厚くなるので、そういう時はぜひ扇風機を弱でかけていただくとよりよく乾きます。なのでこういうランドリールームをお家の中に取り入れる際はぜひ、そうですね、こういった形で一箇所コンセントをつけられるといいと思います。はい、それでは今からお2階の方に移っていきます。はい、今綾倉の2階に上がってきました。2階のホールにはこのようにお布団のシーツを1枚4枚干しております。なんと本当に朝干して夜には乾いてるって驚きじゃないですか。
構頭の